ケインです。この企画もそろそろ終わりが見えてきたね。今回は8日目に登場した3種の選手を紹介するよ。浜辺の巨戦艦、ヒラツメガニ。波打ち際から水深20ムほどのあたりに住むガザミ系統のカニ。それゆえ一般人の捕獲方法はカニ網に限られる地味に入手難しいカニ。様々な地域特有の呼び名があるが正式名称の由来はつま先が平たいから。選手としては大型化してこそ本領発揮になる種。ガザミ系としてはそこまで荒ぶらないがカニとしては十分荒め。戦闘スタイルは典型的なパワー型でどっしり構える要塞タイプ。一方でガザミ系の中では走行がだいぶ薄めの種で、ノコギリ戦のように中型サイズだと関節部を貫かれたりしてしまう。大型になれば二大平田すら戦意喪失することもある挟む力となる。飼育面では生息地の関係で床は砂にすべし、隠れちゃうけど、隠れ状態なら他の生き物とは別に喧嘩しない、カイカムリと相性がいい。逆に床を砂にしてあげないと不機嫌で他の生き物に当たり散らす。隠れちゃうと少し目立たないけど砂から目だけ出す姿は愛嬌ある。あとこのカニは走行が薄いためにると殻ごと食べれる。しかもめちゃうめえ。小鹿の間カニ、石ガニ。強化体の浅瀬にいるカニでかなり浅い場所の石の下にいたりもする。大小様々だがこのカニの場合高長70ムまでは中型と言える。本当にでかいやつはモクズガニ並みにでかいのも理想を言うのは秋にいる。戦闘スタイルはズバリバーサーカー。全甲殻類最強の凶暴性を誇る。両腕をガバッと広げた威嚇からものすごいスピードのラッシュをかます暴君。威力も尋常じゃなく挟まれるとものすごく痛い。当然虫には凶悪な威力で、高長65ムの個体でチャグロサソリをズタボロにできる火力である。おまけに素早く硬く割とテクニックもあるのだから前半は鬼の強さ。だがこのカニはあまりにも凄まじい勢いで荒ぶるため、全甲殻類の中でも屈指のスタミナのなさが最大の弱点である。3分ぐらいすると死んだように動けなくなるリアルウルトラマン。そのため3分間ほどの猛攻に耐えれるかがこのカニとの勝敗を分ける。カブクはでもそのハサミの威力で心が折れる個体が多くそう簡単には勝てない。飼育面では混泳ダメ絶対。さらに強い種が相手じゃないと皆殺しである。なんせ自分よりはるかにでかいロブスターにも喧嘩売るほどだもん。丈夫さに関しては実は個体によって妙に差があるため結構よくわからん。異様に丈夫なのもいれば突然死するやつまでいるため試行錯誤段階だ。至極色の武装？隠れ岩ガニ。日本の南側の砂浜や磯の奥に広がる海岸林にいるカニ。美しい紫色とそこそこでかい図体。カニらしいフォルムが特徴で、崖や木の幹を駆け登れるほど立体活動に長けているカニでもある。バトル面では結構個体差があるが扱った感覚から言うと、大型個体よりかは中型個体の方が戦意が安定している気がする。そういった強い個体はスタンドでの殴り合いが半端なく強く、ボクサーのような素早いラッシュで連続ハサミ攻撃をかましてくる。走行も硬く特にハサミは大型個体なら大平田に挟まれてもびくともしない。だが顔面の走行は脆くコーカサスのアッパーで致命傷になることもある。非常に陸上性が強い種で給水用の水辺を作ればほぼ陸で飼える。また先ほど述べたように立体活動が非常に得意なカニであるため、脱走の名人であり家の壁をスパイダーマンのように登ったりもする。飼う環境は高さがあり蓋がしっかりしてるものを選ぼう。ちなみに生き餌を与えるとものすごい速さでジャンプして捕まえる。瞬間移動したかと思うほどの狩りの光景は見物である。今回はここまでだ。次回は9日目の選手で解説動画ラストとなる。それではまた。